さあ今日もね、カメラ雑談でいきますけど、今日の話はね、野鳥の機材ですね。まだ言うてんのかって感じですけど、私最近の動画ね、認識 AF やめますっていうね、動画を上げたんですよ。で、それはこれからもね、実行していこうと思ってて、私のまあ一つの、まあ分岐点っていうかね、そこだけは声だからないんやったなって思ったんですよ。で、私は撮影体験をどちらかというと楽しむ方なので、そういう風にね、自分で線引きしたんですよ。で、私ね、最近思ってるのは野鳥写真を撮る人、まあ野鳥だけじゃないと思うんですけど、2種類に分かれてると思ってるんですね。私みたいにその撮影体験自体を楽しもうと思ってる人っていうのと、ガチで写真、本当に珍しい写真、鳥を撮りに行って、写真に収めたいと思ってる人ね、2種類あるんやなって思ったんですね。まあ他にもあるかもしれませんけど。で、今回ちょっとね、友人がね、家に訪ねてきてくれまして、で、まあ私の体を気遣ってね、声かけてくれたんですけど、ちょっと時間があってのおしゃべりしてまして、でその時に、ちょっと Z のね、機材を持ってきてくれましてね。で、Z9 と、その方ね、Z9 と863使ってる方で、で、その他に445もね、持ってきてくれあって、で、それをね、触りながらちょっとおしゃべりしてたんですよね。で、その方はどちらかというとガチ勢なんですよね。完全に珍しいだけじゃなくて、毎年、自分でこう決めて、ね、写真を撮りに行って、それも遠征もしていながら写真を撮るんですよね。で、完全にだから、機材としては、その時の最高のものを手に入れて、で、それを持って写真を撮り、本当にガチの人ですね。で、私の鹿だってのはよく見てる人分かると思うんですけど、近所の鳥でいいっていうのは、鳥と対峙してる時間が好きなんですね。没頭してる時間が好きとか、なんかそんな感じだから、まあ、シンプルにもと言うと、写真じゃなくてもいいのかっていうこともたどり着くかもしれませんね。まあ、そんな感じで私も釣りも、そういう感じで楽しんでたし、まあ、その延長に私も写真があって、そういう楽しみ方をしてるから、ああ、完全にだから違う楽しみ方をしてるよなっていうのを最近まだ気づいてきて、まあシンプルなんですよね。まあそんな感じでだから違いがあって、で私は撮影体験を楽しみたいがために今回ねこの録画してますが OM-1 で、パナレが100メガで撮るともう本当に簡単に撮れてしまうっておかしいけど、近所の鳥だったら簡単に撮れてしまうっていうね現象になったんですよね。それって何か違うなと、その私も気づいてなかった。何か違うなって、こんなはずじゃなかったなと思ったら、一瞬そうやって機材に走ることもあるんですよね。でも自分の軸っていうのがやっぱりそうやって撮影体験を楽しむところにあるから、なんか目の下カメラライカとか使ったり、フィルムカメラ使ったりして、で、この前のね、広島旅行もわざわざレフ機を持って行ってね、バッテリー持つかわからへんような、そのオーカスも合うかわからへんような古いカメラを使って撮った写真がすごい良かったりするんですよね。まあそういうので楽しんでるから、急に野鳥だけものすごいね、認識 AF ブワーみたいな感じで行くと、一瞬は楽しいんやけど、やっぱりすごい楽しくなくなってくるんですよね。で、実際この OM-1 でも、シングルポイントで、それこそ、シャッターももうメカシャッターにしてしまってね、撮ることもあって、すごい楽しいんですよ。認識 AF するよりも、自分でちゃんとね、操作してそこに持っていくんですね。目に持っていくとか、顔に持っていくとかするから。まあ、それがね、すごい楽しみが倍増するんですよね。でも、そもそも OM-1 を私買った理由っていうのは、認識 AF ありきで買ったんですよ。Z9 みたいな認識 AF が欲しいと思って買ったのが OM-1 やったから、撮影体験だけで行くと、OM-1 じゃなくても良かったんですね。で、私もそれもよく分かってなかった。で、いろいろ考えていくと、まあそうやなっていうところに落ち着いたんですよね。で、まあ今回そのね、友人の方が持ってきてくれました、まあレンズとかもね、ちょっとね、触らせてもらって、で、863と445ですね、Z を使わせてもらったんですけど、で、使ったのはこのね、Z50 につけてみたらどうなのかなと思って、で、やってみたら、863持てるんですよね。800mm の レンズが、手持ちでできる時代になったんやなってその方もね喋ったんですけど、まあその昔のね、AFS もそうやけど、エアニッコールとかの時代ってそんなレンズ使ってた方いるんですもんね。すごいなと思ってね、その鉄の塊を持ってたから、時代からすると、本当にふっと持てるんですよね。まあ、女の人で持てるんじゃないかっていうようなレンズだったんですけど、まあもともと、まあ私サイズ感はちっちゃくしてコンパクトにして、野鳥セットプラスアルファ他のカメラ持っていくので、なるべくちっちゃい方がいいんですね。っていうて今はその OM-1 パナレが100円のタオルついてんやけど、でも今回そのね、863はちょっとないかなと思うんだけど、それでもね、めっちゃ止まるんですよね。本当にね、30分の1とか50分の1で切ってもぴったり止まるんですよ。この Z50 も撮れるんです。で、オートフォーカス怪しいのはこのカメラのせいなんですけど、で、それはそれでよかったんやけど、やっぱでっかいので、445ちょっとね、付け出してもらうので、この Z50 にね、445つけたら、もう一瞬にして、うわ、来たこれってなったんですよ。本当に3、4買った時の感覚に近いぐらい、何これと思ってね。そのバランスもね、すごい重心がね、真ん中から後ろに来てて、もう持ったらこの辺にポンって乗るような感じ。すごいね、無理ではないんですよね。この Z50 の組み合わせがすごい良かって。これ最高だな。思ってしまったんですよね。
今後ちょっとどうなっていくかわかりませんけど、なんせ最高やったっていう話と、なんかいろいろ一周回ってきて、Z50 ね、こうスナップの写真も一周回ってきて Z50 出てますけど、野鳥写真も一周回ってきて、なんか Z50 やっぱりね、愛らしいんですよね。フォーカスとか合わないし、なんかその、たまにこうね、マニュアルフォーカスせなあかんぐらいのもんですけど、ただ撮れた写真がすっごい綺麗のでね、これずっと言い続けてますけど。で、結局そのね、認識 F やと思って Z9 使ってしまったために、OM1 って言ってしまったけど、撮影体験込み込みで全部考えていったら、やっぱり Z50 だなっていう風に戻ってきたりね、来るんですよ。これかレフ機かみたいなところでね。やっぱ撮影体験とレフ機楽しいですからね、D300 とかめちゃめちゃ楽しいですから、そこそこちょっとね、悩んで悩ましいなーってね。まあこういうね、YouTube でたくさん機材でお話しするのも私のな趣味の一つですから、どんな風に展開していくかなっていうのもちょっとね、楽しみながらやろうと思うんですね。で、そのカード喋ってたんですけど、マキネアさんは、ゴールしたくないでしょって言われて、私もそうですねって答えたんですね。まさにその通りで、その方ゴールしてる。まあ機材に関してはゴールしてて、もうその先を見てるんですよね、野鳥を。Z9863完璧っていうので、ね、もうその先を見てるんですけど、私は、あえて言ってない。まあ、あえてって言うときましょうか。もちろんお金がないから無理やってるのもあるんやけど、なんかね、行かないようにしてるところはどっかにありますね。でそれでもちょっと片足突っ込んだのが、外445に行くんかなって感じがするんやけど、まあそこはちょっとカメラで押さえて Z50 で、このセットでするのが、なんかめっちゃ楽しそうやなと思い始めたんですよね。で、私の軸はやっぱり、認識 F あるなしってところやったなと思って。で、自分で、このラインやって決めたフォーカスで遊んでいこうとするのがいいんやなと思ったんですね。ほんとそれが気づけて、まあ、喋ってるうちにそういう風に気づいてきたんですよね。で、このね、Z50445 にたどり着きましたけど、その前にね、ずっと考えた機種があって、ずっとこれもね、動画で言いましたけど、D500 と、やっぱりもう34持ってるからね、34とテレコンと D500 で、ちょっとま、行こうかなっていうのもちょっと悩んでるところなんですよね。そうやったら OM と今すぐ切り替えてても使えていけるし、レンズね、34持ってますから。でも445行っていくってなったら、もうそこら中のもう売り飛ばしたりせなあかんので、それはそれでね、また楽しい。まあ、断捨離もできて楽しいんですけど、まあ、その辺りどっちにするかなって悩んでるんですよね、ほんとね。どっちもね、いいなと思うし、レフ機のね、でもその私ね、300も200持ってるし、結局その D500 がでかいかなって思い始めると思うんですね。私もやっぱり、カメラをいろいろ持っていたりするので、まあ、そうなってることは D500 はすごい魅力的なんですけど、ちょっと悩ましいところですね。ちょっとそこは一生懸命悩んでみて、まあ、またたどり着いたね、結果をお話したいなと思います。まあ、今回の動画ね、私のまあ、自己満足のね、機材の話でしたけど、本当にでもね、野鳥写真もガチ勢っていう人と、本当私みたいにね、近所の公園に行って撮影体験を楽しんでる人って2種類あると思うので、どっちかね、多分分類されると思うから、自分がどのあたりにおって、ね、どうしたいんかっていうのはやっぱりね、考えながら撮影するっていうのが楽しいと思いますし、まあ、機材選びの一つのね、基準になると思いますので、まあ、そんな感じでね、考えてみてもらったらいいかなと思います。そんな感じでね、今日はこの辺で終わりだなと思います。ありがとうございました。バイバイ。